まあ、こういうご時世ですけどもね、まあ、お家にいることが多いと思うんですけど、お二人はどんなことをしながら過ごしたりしてますか？と、はい、うん、かきちゃんは？そうですね、でも絵を描いたりとか、うん、アニメ見たりとか。あ、そう、やっぱり絵描くんだ。何の絵描くの？絵描いてますね。どんな絵を描くの？最近あのアニメ見るんですけど、うん、あの鬼滅の刃、はい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 、を見てその絵を最近描いてました。そうなんだね、鬼滅の刃。そう、私見たんですけど、すっごい上手だったんです。あ、絵見せてもらったんだ。見ました、すっごい上手くて見せました、うん、いいね、まあ、本当に本当にすごいですよ、うん、そっか。ちなみにですけど、まあ、レコメンこそこそ話でいうとこの今日伊之助の誕生日だそうですよ。おお、まあ、そうなんですよね、うん、ごめんなさいね、今スタッフから俺も言われたから一応カンペが出てきたから言うかどうか迷ったけど一応言わせてもらいましたね、伊之助の誕生日だそうですね。ねえ、そっか、水の呼吸一の方ミラモギリよさっきのカンペより良かったね、今のはノリの自発でしたね、失礼しましたそっか、ごめんね、あの全然自分の首切っちゃったよ。あのさきちゃんはさきちゃんは、この、絵を描いたりアニメを読んだ、アニメを見たりということで、じゃあまゆちゃんは何してますか？はい、でも同じですね、私も最近あの絵を描いたり、あとアニメ見たり、まあ、ゲームしたりって本当に変わらない日々を送ってますね。あ、また2人ともあれですか、また、まあ、まゆちゃんはね動物の森やってますけど、かきちゃんもやってるの？はい、やってる。かきちゃん描いちゃったから、かきちゃんやってますか？あ、やってますか、ね、あれ別に今のみなもぎりが今聞いてたからとしてね、森のみなもぎりがね、時間差で時間差でよかったね、すいません、いや、いい、ごめんね。あ、2人でも動物の森を一緒にやってるんだ。動物、あれ電波が悪くなっちゃったかな。そう、なんか、うん、あ、電波が、電波が、それとも動物の森の話はしたくなかったかな。え、もしもし、もしもし、もしもし、あ、戻ってきました。まあね、電話だから難しいですよね。あのね、これで、あの、これ本当にガチな話でね、ノリがすごいつまんないこと言うとね、電波が悪くなるって本当にあるから、だから気をつけていきますね。はい、そうですか、じゃあ動物の森なんかやりながら2人ともね楽しく過ごしてるということで、さあ、ということでね、はい、あの昨日から、あ、まあ、月曜日からね、あの坂道祭りをやってるんですけども、はい、昨日のレコメンでね、日向坂46の加藤志保ちゃんとね、後ろのサリアちゃんがですね、はい、メッセージをくれたんですけど、はい、うん、本当ですか？はい、その加藤氏はですね、はい、あのまゆちゃん宛てにですね、はい、似てるってよく言われるので、はい、顔交換アプリをやってみたいですっていうことを言ってましたよ。ぜひやってみたいです、ね、かきちゃんから見てもさ、あ、加藤氏ってちなみにかきちゃん知ってる？加藤しおちゃんは知ってます、知ってます、知ってる、うん、あの似てると思いますか、二人の顔は。はい、そうですね、うん、でも、なんか隣に並んで、あの、うん、どうですかみたいなことがない、うん、だからどうなんでしょうかね。そうだよね、そうか、隣に並んでみたらなんかあれ意外と違うなみたいになるかもしれませんからね。それはあるかもしれないですね、だから、まあ、いつか共演 NG が解けてね、2人が並ぶところを見てみたいっていうNG じゃないですよ。 NG じゃないですね。あ、NG じゃないです、加藤氏が一方的に出してるだけなんだね。そしてですね、牛尾さんがね、牛尾さんからはですね、IC がね、本当に大好きで毎日聞いてるってメッセージをいただきました。嬉しい。IC は2人ともご存知ですか、4期生曲のね。そうです。そうです。私たちの曲なので。知ってる。さあ、どうか。嬉しいよね。はい。ちなみにセンターをやってる可愛い子は誰でしたっけ？嬉しいですね。あ、かきはるかちゃんなり。あのセンターやったら可愛い子はかきちゃんっていう子なんだね。そうです、かきはるかさんっていう方なんですけど、ねえ、そうですか、すごい可愛いですよね。可愛いですよね、かきちゃん。あのどうした、急に無言になっちゃったけど、あの
今日はね、電話なんですけどね、テレビ電話でお話しさせてもらってるからね、そう、二人のお顔が見えてるんですけど、滝ちゃん、自分が褒められると急に無言になって照れるっていう可愛らしいんですよ。ずっとニコニコしてますね、ラジオなんで喋ってくれたらありがたいですけどね。ニコニコも可愛いんですけども。さあ、というわけでございましてね、今日はですね、まゆちゃんとは1時まで、そしてかきちゃんとは11時半までお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それじゃあタイトルコールいきたいと思います。じゃあいきましょう。お天気のりと乃木坂46田村まゆとかきはるかのレコメン。先ほども言いましたからね、今日はおうちレコメンで電話で出演してもらってますから、ある程度のね、このちょっと誤差的なものはね、生じてしまいますので、皆さんね、ご了承ください。もうヒヤヒヤしながら聞いてもらった方が楽しいかもしれませんからね、その辺もぜひとも楽しんでください。さあ、決してね、決して今までのオープニングで、かきちゃんが怒ってるわけじゃございませんからね。大丈夫ですよ、皆さん。さあ、それではですね、今夜のテーマを発表しましょう。今夜のテーマはこちら。こんな青春を送りたかったスクールときめきシチュエーション。さあ、来ました。今夜はですね、坂道祭り3日目最終日でございます。乃木坂46メンバーが3時間生登場いたしまして、番組前半はね、田村真由ちゃんと柿ちゃん、そして後半は田村真由ちゃんと早川聖奈ちゃんと一緒にお送りしますので、よろしくお願いします。お送りするのはスクールときめきシチュエーションということで、もしですね、乃木坂46のメンバーが同じ学校にいたら、こんな学校生活を送りたかった、こんな風にときめきたかったというですね、学校でのシチュエーションを募集したいと思います。例えばこんな感じっていうのがあるので紹介しましょう。図書室で本棚の上の方にある本を取れずに困っている女の子がいて、取ってあげたらありがとうと顔を赤くして言ってくれた。ね、ごめん、リスナーにはもってこいな感じのエピソードですよね。ないんですよ。案外こんなどこでもありそうなシチュエーションですけどね、案外ね、6軍のエースと言われてるお天気取りからするとこういうのはなかなかないんですよ。憧れるんですよね。憧れますよ。まだまだありますね。野球部のマネージャーが自分にだけ他の部員よりも豪華なお守りを内緒で作ってくれる。なるほど。いいなぁ。いいなぁですね、これは。ね、で、試合で負けて泣いてると、そのマネージャーの方がもっと大泣きをしてる感じね。いいですね。俺のこと好きなんだろうななんていうことを考えながらね。あえて告白しないなんていうね、3年間送るっていうエースな野郎ですね。俺も、俺じゃねえんだ、俺のエピソードじゃないんだ、スタッフが考えてみたやつ。そして、補習中、女性の先生と2人っきりになり、わからないところを優しく教えてくれる。なんだか大人な感じですね、最後は。ね、この感じがなんかバカな感じが出てきますよね。男子の脱性男子の妄想感がすごいですけどもね。さあ、ね、レコメンリスナーはですね、5軍の控えと言われておりますんでね、ぜひともですね、今日はですね、この2人に甘えて1軍感を味わいたいと思いますんでね、ぜひとも今からでもメール間に合いますんでお送りください。体験してみたかったスクールときめきシチュエーションをお待ちしております。そして10時45分頃からはイケメンボロクソ顔面のコーナーです。イケメンの綺麗なところを募集いたします。例えばイケメンはバスケットボールで綺麗にシュートを決めて、女子からのキャーキャー言われてるから嫌いです。わかりますね。柔道部が一本勝ちしても、男からの歓声しかありませんでした、ね、ああそうですね。でもお二人は柔道好きですもんね。そうですね、そうですね。お二人が嘘つくときは声を大きめにするんですね。そうですねっていうね。そうなんですよね。そしてイケメンがこんなことしてましたなんていうね、チクリ情報なんかもお待ちしてます。熱い思いを番組までお送りください。さあ、その他どんなことでもね、気軽にメールを送っちゃってください。かきちゃんとね、まいちゃんへの質問、相談、ツッコミとかね、どんなことでも構いません。すべての宛先はこちらまで。メールアドレスはレコ@joqr.net。 番組内でメールを紹介させていただいた方皆さんにレコメン特製クリアファイルをプレゼントいたします。そしてレコメンファミリーの番組、セクシーゾーンの QR ゾーン、キスマイフット2、キスマイレギュラーのどの番組も絶好調でお送りします。そして深夜1時からですね、またまたレコメンの延長戦でございますね。生放送一人組手には、女優の今泉ゆうちゃんが登場しますのでお楽しみに。
あとね、わからないこととかはね、ホームページとかツイッターとかね、公式 LINE なんかありますんで、チェックしてください。さあ、それでは、1時まで。よろしく。